防弾ガラスと思われる窓に銃弾によるひびが。運転手はハンドルをしっかり操作しながら助手席の男性に銃を構えるよう促します。防弾チョッキを着た男性2人が乗っているのは現金輸送車です。助手席側にも銃弾。それでも車を走らせ続けます。ついに車が止まると運転手は銃を手に外へ。地元警察の発表では外に出た運転手が待ち構えたが、その後銃撃犯は現金を奪うことなく逃げ去ったということです。